こんにちはフルショーです世界の名作文学を5分で語る時には10分くらいかかってしまうでも最近は20分は喋ってるという気楽なコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです。今回は文体というものを考えてみたいと思います。はい、皆さんは本を読むときに、まあ、文学の本を読む時にそこに何を求めているでしょうか えー、ある人はあミステリーや SF などのこう物語のね筋立ての面白さを求めてるかもしれないしある人は何、えー、でしょうね筋立ての面白さ以外に求めてる人はいないかもしれないですね、うんえーまあ、要はあ筋とかあとあるいはドステオスキーを読む時のこう深い深遠な哲学的な深さみたいなものですね、えーまあ、あとそうですね。 えー、重松清さんとか野波朝さんとか、えーっと、それはなんかほのぼのしたいみたいな、そんな感じで、えー、読まれるんじゃないかなと思うんですけど、あのー、僕は、えーまあ、もちろんそういうのもあるんですよ、ミステリーも読むし、SF も読むし、いろんな意味合いで読むんですけど、まあえー、っと文体というものもね、 文学を味わうのに、とても重要な要素っていうか、ほぼ文学そのものという感じで、えー、考えています。なので、あのー、まあ、よく文学 YouTube というタイトルで、YouTube をやってる人を見ると、ほぼ全員本について語るわけですね。えー、あれが僕にはよくわからない。それは文学 YouTube じゃなくて、ブック YouTube だろうと思うんですけどね。本というのは、 えー、こう本ですからね。で、読んだときに脳が感じる感覚が文学なんで、例えばですね、えー、哲学するって言葉をご存知でしょうか。哲学するって動詞になるんですね。例えば、えっと、おじいさんが死んでしまったって。例えば、中学生ぐらい、小学校は中学の時にね。そしてあの、おじいさんはこの間まで、この間お見舞いに行った時は元気だったのに、死んでいなくなった。うん、人の死 どういうことなんだろうかおじいさんが死んだ後も星は普通に出てるし月もある 同じ形で出てるし僕は生きてるみたいなそんなことを少年や少女が考えたら、まあ、僕だから少年ですね少年が考えたら、まあ、それを、ね、哲学するっていうわけですよ哲学することが始まってるわけなんですねでこの概念って分かりやすいですね別にカントやスピノザやヘーゲルを読まなくてもあの哲学することはできるわけですね、えー、そういうこう根源的な疑問とか驚きが 哲学するということなんでまあそれをカントなりに書いたものがカントの著書まあまあ大雑把に言えばですねそういうことが言えるわけですでは文学するって言葉があるかどうかって言ったらあるんですよでえー、これはねあんまり聞かないんですけどキルケゴールのことを誰かが書いてるときにキルケゴールは文学していたって誰かね書いてたからちゃんとあるんですけど文学する状態って何なのかっていうと あの哲学は、精、えー、老病死などについて考えることが哲学するだけで、じゃ文学するって小説を書くことかとかですね、えー、本を読むことかとかですね、あるわけですけど、例えば、うん、犯人は意外な人でしたとかですねあ、陽一と京子が結婚できてよかったですとかですね、こういうのは文学するっていうのは言わないんですよ。文学するとは何かって言ったら、例えばね、これが文学するってことなんですね。 えー、これは渋江中裁が書いたじゃなくて逆ですね森鴎外が書いた渋江中裁、えー、ですねでこの一節にこんなのがあるんですよ僕の大好きなところなんですけど中裁は医者であったそして管理であったそして教書や書士のような哲学方面の書を読み歴史をも読み私文集のような文芸方面の書も読んだその辺がす,くすこぶる私と相似ている。 えこれは僕の好きなところ、もう少し読んでみますね、あと2つぐらい。えー、っと、まあ、私と中西の間にはみたいな意味があって、今一つ大きいしゃべつがある、それは中西が哲学文芸において、交渉家として樹立することを得るだけの地位に達していたのに、私は雑ばなるディレッタンティスムの教会を脱することができない、私は中西に見て、熟じ足らざることを得ない、とかですね。 えー、もう少し、あ、これは違ってましたね。えー、っと。 こんなところだったのかなあ、これこれ。私は若い時から多読の癖があって、随分多く書を買う。私の法選の大部分は内地の書士とベルリン・パリーの書庫との手に入ってしまう。しかし私はかつてチンポンを求めたことがない。ある時ドイツのバルテルスの文学誌の書を読むと、バルテルスが多く書を読もうとして、廉価の本を少量し、文学誌に引用した書家の書も、大抵レクラム本の書に過ぎないと言ってあった。 私はこれを読んで、ひそかに手記同士の人を得たと思ったという文章をですね、私は実は2、300回は読んでるんですよ。こここの、この、 特別意味はないところを森大賀のこの文体を楽しみながらこれを読むっていうのがあとても楽しいわけですね。まあ、こういうのを文学するっていうわけですね。まあ一つがですね。であるいはもう一つの文学するはですね、えー、これは堀達夫の風立ちぬですけど、その序曲のところにこんな始まりますね。それらの夏の日々、一面にすすきの生い茂った草原の中で、 お前が立ったまま熱心に絵を描いていると、私はいつもその傍らの一本の白川の木陰に身を横たえていたものだった。そして夕方,となって夕方になって、お前が仕事を済ませて私のそばに来ると、それからしばらく私たちは肩に手をかけ合ったまま、遥か彼方の縁だけ茜色を帯びた入道雲のムクムクした塊に覆われている地平線の方を眺め合っていたものだった。 はい、この圧倒的なね、えー、文章のどこを取り出しても、堀立夫の印鑑が押してあるみたいなね、そんなこう堀立を空間に入れるわけですね、この風立つぬをこの堀立を文体の中で読んでいくと、もうね、どっぷり堀立夫の世界というか、この文体が織りなす音楽空間に入り込むわけですね、まあ、こういうのも文学するってことなんですね。 はい、だんだん文学の概念が、文学するの概念が分かっていただけたでしょうか。じゃあ、翻訳は文学するができるのかということですね、えー、例えばですね、まあ、言語だったらどうか、まあね、なかなか英語やドイツ語を言語で。 えー、理解ででるかって,言って難しいんですけど例えばヘミングウェイは簡単な英語と言われるんですけどこの「海流の中の島々」っていうね、えー、この上下が売られてますけど、まあ、最後シーゲートンボで終わってるんですけどこれなんか別に筋が面白くて僕は全然読んでなくてこれも一緒で,ですね。あの出だしが家は港と外の 海の外海の境目、細く長く突き出した岬の一番高いところにあった、これがあの出だしなんですよ。そして、えー、ハドソンが、ね、画家なんですけど、 まあ2回離婚して子供たちと別れて暮らして一人暮らしなんですけど、えー、ビミニ島という、ね、キューバのところで,でスタンドを消し床の絨毯に伏せて木に含まれる海の塩と砂が焼け炎の緑を彩るのに見とれることもあるっていうねまあこれ翻訳ですけどねそしてああのー、まあ、昔は世界中もあったけど今はあのー、そういう火を見ながらアジアアフリカヨーロッパすべて追憶に身を委ねるみたいなことを書いてねとても男の孤独がこう うまく書かれてていとても楽しいわけなんですよで、すよ。このシーンをもう何回も、まあ、戦争と平和の好きなシーンと同様に、まあ、何百回となく読んだわけです。だから翻訳でも文学することはできるんですね。まあ、ちなみに今の、えー、これは、えー、英語の海流の中の島々なんですけど i r l a n d in the Stream ですね。で、さっきの,あの家は港と外埋めのっていうのは The house was built on the highest part of the narrow town of the land between the harbor and the open sea. っていう英語で、まあ、僕は英語あんまりわからないんですけどこの、この部分、その出だしの辺りの部分はですね、1、2ページ。まあ、これもね、何回も何回も読んだものですね。この,この世界の雰囲気に入るみたいな。だから、小説だからと通読する必要がなく、えー まあ、とにかく夏目漱石の「我が輩は猫であるでもですね、好きなとこを何回も読むみたいな行為が文学するっていうことになっていくと思いますね。でこれはちなみにゲーテのドイツ語、日本語、和訳、まあ、大学の時の教材だったんですけどね、えー、これにですね、アンデ・モンドという月によすっていう詩があるんですけど、あのドイツは歌曲がね、えー、素晴らしくて、シューマンもね、月によす、月光かな。 あ,ありますね。まあ、ベートーベンも月光っていうのは確かありましたね。で、このシューマンの月とえドォルザークの月とか、ドォルザークはドイツ語なんだろうか。うん。ね。ハンガリー、オーストリア、ハンガリー帝国の人だったと思いますけど。で、もうちょっとね、えー、最初のと最初の4行だけ読んでみますけど、ドイツ語で。ヒューレスト・ヴーダー・ブッシュ・ウント・タール、ステルイン・ネーブル・グラント・ローゼスト・エンドリヒ・アウ、 あ、ちょっとごめん。レーザスってエンドルフィアフアイマル、毎日インールガンツ噛んでしまいました。まあ、この、えっとまあ、ベラベラ喋れるわけでもないんですけど、こういうこうドイツ語の雰囲気は僕は好きで、レーザスってエンドルフィアフアイマルってこう、このエンドルフィアフアイマルって、なんかいかにもドイツ語、ドイツ語していて、なんとなくゲーテはこう喋ってたんだなって、ね、思うわけです。でもこういうこう。 こういうの、ね、なんかの何かを読んだりして楽しみましたね。だからまあ言語がわかるのに越したことはないんですけどまあ今のねゲーテの月によすっていうのは中学の時に熱中して読んでいて流れをさらさらと、えー、音を立てて流れを、ね、でなんか何,何回も読んでですねそこに挿絵もカットの挿絵もあってですねあ素晴らしくやっぱり月の光がおぼろげに世界を照らして私の心も照らしてる差し込んでいるみたいな雰囲気が漂うわけですね。で あのー、この文体というのはうーん、もっとね、科学的にちゃんと解明すべきだと僕は思うんですね。例えば、えー、堀田夫の文体、ね、風立知乃を森外の文体で書いたら、全く違うものになると思いませんか意味は一緒でもですね。で森外の渋谷仲裁を堀田夫の文体で書いたら、まるで違うものになりますよね。で意味と文体が 一つになって文学になってるんですよね、えーまあ、翻訳の場合は意味は来てるわけですよ意味,意味の織りなす流れはあるわけですよでもその文体はないわけですね、えー、ドステフスキーの文体なしでドステフスキーのこう意味の流れ意識の流れを日本語で味わっているわけなんですけどトルストイのね序実的なロシア語の雰囲気も、えー、日本語として なんかね、再構成されたもので味わうわけなんですけど、分体って脳のどこにどう響くんですかね、そして森外のあの分体の感覚を私の,私の脳が感じるときに、脳のどこが活性化してるのかってね、ぜひあの研究してもらいたいですよね、そして私と中斎の間には今一つ大きい差別がある。それは… 私はじくじたらざることを得ないとかねそんなことを僕が読んでるときにうーんって思ってるときにですね、えー、一体脳のど,ど,こ,どこそこの脳,脳の部位が活性化しているのかみたいなね是非研究してもらいたいですねということで、えー、文学するというのがですね文学にとっての一番、えー、重要な ファクターなんですねなので、えー、世界文学だろうと日本文学だろうとまあ、翻訳であってもね、えー、その文体を味わうその意味の雰囲気を味わうっていう文学するという行為がなければ文学は味わえません、えー、筋を楽しんだり、えー、筋を楽しんだり何て言いましたっけ筋を楽しんだりその世界のほのぼの感を楽しんだり、えー、まあ、そういうのはねちょっと違うんですよねじゃあ文 うん、まあ、ぐるっと一周回ってしまいましたけど、じゃあ文体で何を楽しんでるんですかって言われても分かりません。これはね、あのー、音楽を例えると分かりやすいんですよ、実は。えー、っとこう後ろにレコードがありますけど、エマーソン・レイクパーマとの和紙が飛ぶ、エマーソン・レイクパーマ、はファーストアルバムなんですけど、えー、これがね、うーん こうキーセーマッソンっていうキーボード、まあ、ピアノとオルガンとシンセサイザーを一人で同時に弾くので、えー、ピアニストでもオルガニストでもなく、なんていうのかって、キーボードプレイヤーって呼ぶんですけどね、このキーボードはメロディーはそんなにないんですよ。もう、あのー、ダンダンダン,ンってこうなんかね、ディズミカルなパーカッション的なキーボードなんですけど、それを聞くと面白いんですよね。じゃあ一体それは何を楽しんでるのか。で、あるいはジャズでセロニアスモンクって言いますけど、あの あの初めて聞くと不協和音が鳴ってるだけで面白くもなんともないと思う人多いんですけどもうね癖になったらねセロニアスモンクのピアノなしでは生きていけないぐらい面白いんですけどあれは何脳のどこに響いてるんだみたいなねそんなふうにもう思ったりしますでただしかしここにあのキングクリムゾンのこれは、えっと、デビュー作クリムゾンキングの宮殿って言ってですね このレコードの歌詞を書いたのはピート・シンフィールドっていう作詞家で、えー、グループのメンバーなんだけど、えー、ロックグループなのにあの演奏せずに歌も歌わず歌詞だけ書いてるっていうね、えー、で後日このエマーソン・レコンド・パーマーの歌,歌詞も全部ピート・シンフィールドが書いてるでレコードを1枚だけ本人に出したんですけどもうほぼ完璧な刺集でですねスティーブ・<ィ> e r how it is to be a stream っって言って言、ね、私は思うこうストリーム小川のせせらぎであるとはいかなることかとかねこんな哲学的な問いかけがですね朗読でこうつながっていってそしてこ,ここのメンバーのグレック・レイクはサビを歌うというそんなんがあるんですけどあれもね あれは一体何なんでしょうねっていうか、ななんか話が完全にずれてしまいましたけど、音楽って何なんでしょうねみたいな、どこにどこに脳が響くのか。なんからまあ文体とは、えー、音楽ですね。意味,意味を乗せた音楽。つまり、えー、ピート・シンフィールドの歌詞にロバ,ロバート・フィリップとキース・エマーソンが曲をつけて歌ったら歌になるんだけど、えーね 森外が作る意味に森外の文体という音楽をつけたら歌なんですよ。で、堀つ夫が持ってる意味を堀つ夫の文体という音楽で演奏したら風立ちぬなんだということですね。はい、つまり、文学するとは文体という音楽を味わい、えー、翻訳であっても、もともとの意味があ日本語で新たに、えー、こう演奏し直すみたいな、そんな感じですね。 なんか前と同じような話だったかもしれません。ということで、本日は以上です。脳書きは以上です。で、えー、夜の停車駅2021ですけども、今日は、立原光蔵の後の思いにって、これは一番高校の時に読んだ詩の一つですね、ひそかに。はい。後の思いに、立原光蔵。夢はいつも帰っていった。山の麓の寂しい村に。 水引き層に風が立ち、草ひばりの歌いやまない、静まり返った昼下がりの林道を。うららかに青い空には日が照り、火山は眠っていた。そして私は、見てきたものを、島々波を、岬を、日光月光を、誰も聞いていないと知りながら語り続けた。夢は、その先にはもう行かない。 何もかも忘れ果てようと思い忘れ尽くしたことさえ忘れ,し、ま、忘れてしまった時には夢は真冬の追憶のうちに凍るであろうそしてそれは戸を開けて宿泊の中に星屑に照らされた道を過ぎ去るであろうはいちょっと読み間違えたような気がしましたけどということでまたお会いしましょうありがとうございました